こんにちは、編み地クラボのゆみです。今日は、極太の糸で編む、一番簡単なニット帽の編み方を解説したいと思います。二目ゴム編みで編んで、一段で一気に目を減らして、キュッと絞るような形でできていますので、小学校高学年ぐらいのお子さんだったら一人で完成させることもできると思いますし、編み物初めて挑戦するっていう方にもおすすめのパターンです。これからどんどん涼しくなってくる季節で活躍の機会も増えると思いますので、ぜひ挑戦してみてください。今回使うのは、先日クローバープランさんのライブでワークショップをやらせていただいたネックウォーマーを編んだランドスケープという糸なんですけど、これがネックウォーマーを一つ編んでもまだ結構残っていたので、これを使おうと思います。この糸は標準ゲージが15から16目の20から22段っていう結構太い糸で、リリアン状に編まれているので、太くても重くなりにくい、すごく軽くふわっと仕上がる糸になってます。で、針は12号から15号ぐらいのものが、適切ということで、今回私は15号の針を使って編んでいきます。で、ゲージなんですけど、2目ゴム編みなので、この標準ゲージとはちょっと変わって、17目20段というゲージになりました。針はゲージに合うサイズのものを選んでください。それとマーカーが1つと糸を切るためのハサミ、糸始末をする際のとじ針が必要になります。では編んでいきます。糸端から、120センチぐらいですかね、出してもらって、糸玉側を左手の人差し指、糸端側を左手の親指にかけます。で、針を右手に持って上から当てます。くるっと回して1回ねじって糸を巻きつけます。ここから指でかける作り目を64目になるまで作っていきます。このねじった目も1と数えます。そして親指の手前側の手前の糸の下から針を入れて、人差し指の手前の糸をかけて戻ってきます。一旦親指の糸を離したら糸を引き締めます。これで一目できました。最初のこれも一目と数えるので、今2目ある状態です。これを繰り返して64目になるまで続けていきます。で、この目と目の間は5ミリから7ミリぐらいですかね、開けて作っていくとちょうど良くなると思います。これをぎゅうぎゅうに詰めた状態で作ってしまうと、編み始め側、かぶり口の方なんですけど、ここがきつくなってしまうので気をつけてください。はい、64目作りました。そしたらこれをねじれないように輪にしていきます。今作った目を見ると、針にこの、ループ状の糸がかかっていて、その下にこういう鎖模様というんですかね、編み地ができているのがわかると思います。まず糸がついている針を右手に持ちます。で、糸がついてない方の針を左手に持ちます。そしたらこの編み地がすべて内側に来ていることを確認して、ねじれないように、この状態でねじれないようにマーカーを入れます。そしたらねじれていないことを確認して、最初の目に表編みの要領で手前から向こうに向かって針を入れます。で、糸をかけて出していって表編みを1目編みます。次の目も表編みです。2目表編みができたら、次は裏編みを2回編みます。糸を手前に持ってきて、向こうから手前に向かって、右から左に向かって右針を入れます。糸をかけたら向こう側に出します。で、左針から外します。もう一回裏編みを編みます。これで2目ゴム編みが一模様できました。この調子で表裏と繰り返していきます。最初の1段目はちょっと編みづらいので、
なんだかすごく難しく感じるかもしれないですけど、2段目以降はだいぶ簡単になり、だいぶ楽に編めるようになりますので、あんまり心配しないでゆっくりでいいので、なんとか1段乗り切ってください。はい、1周編んできました。そしたら、リングを移して、2段目に入ります。で、このまま、好きな長さになるまで続けていきます。今回の帽子は最後の一目で減らし目を一気にして、で、ギュッと閉じるタイプの帽子なので、何段も減らし目をする編み方じゃないので、お好みの長さになるまで続けていただくっていう感じで大丈夫です。なので、ちょっとぼーっとしながらでも、テレビとか映画とか、好きなドラマとか映画とか見ながらのんびり編んでいただけたらなと思います。で、糸が太いので結構あっという間に編み上がるかもしれないです。小さなお子様が初めて作品に挑戦してみたいっていう時とか、途中で挫折せずに達成感を味わえるんじゃないかなと思うので、ぜひ挑戦してみてほしいなと思います。じゃあ私もちょっとのんびり映画でも見ながら続きを編もうと思います。2目ゴム編みを62段編んだところです。この折り返しの部分を折った状態で、かぶってみたりしながら、まあ、こんなもんで十分かなっていう長さまで編みました。ちょっともしかしたら長いかもしれない。自分でかぶってみて確認していただいた方がいいと思います。そしたらここから減らし目をしていきます。最後の一段で一気に減らし目をします。すべての目を2目一度で編んでいきます。まず最初の表2目があるところ、ここは左上2目一度の表編みをします。もう一回やりますね。2つの目に表編みの要領で針を入れて、一緒に針を入れて糸をかけて出します。で、2目。左針から外します。これで左上の2目一度表編みができました。次は糸を手前に倒して、次の裏目2目を左上の2目一度裏編みで編みます。よいしょ。糸を割らないように気をつけながら、2つの裏目に裏編みの要領でこのように針を入れます。で、糸をかけて向こう側に出します。そしたら左針から目を外します。これで裏編みの2目一度が編めました。これを1周続けます。表編みの2目は2目一度の表編みで、 裏編みの2目は2目一度の裏編みで編んでいきます。ちょっと糸を割らないように気をつけて編んでみてください。どうしてもリリアン状の糸なので、少しこう糸が割れやすいんですよね。なので、無理して針を通そうとしないで、きちんと、ループの中に針が入っているか確認して進めてくださいね。はい。一周二目一度で編めました。こんな感じで、針にかかっている糸が結構ちっちゃくなって、40センチの輪針だと、ちょっと編むのきつく感じるぐらいになってると思います。これで、編み上がり。編むのはここまでです。そしたら、糸をカットします。で、今回は、この残った目に、糸を通して縮めていく形になるので、40センチぐらいですかね。残して、40、50センチ残したところで糸をカットします。そしたら、とじ針を出して、とじ針に糸端を通します。そしてここから2周に分けてこの編み最後の残った目に糸を通していきます。まず最初1周目は表目だけに糸を通していきます。1つ飛ばしで通していけば OK です。で、まだ針から糸は外さずに
針から目は外さずにそのまま残してください。まず表目だけに一つ飛ばしで糸を通していきます。でこの時に糸を割ってしまうと綺麗に縮められなくなってしまうので気をつけてください。割らないように丁寧に通してくださいね。表目に一周目を通しました。そしたらここでマーカーを入れておきます。後で引き締めるときにどこを引っ張ったらいいかが分かりやすくなるのでこれやっておくのおすすめです。そしたら最初の目にはもうすでに糸が通っていると思いますのでこれを外します。そして次の裏目、これはまだ糸が通っていないのでこれに針を通します。そしたら左の針から外してまたすでに糸を通した目は外す。で、通っていない裏目に糸を割らないように気をつけながら糸を通します。これを繰り返していきます。裏目に一周糸を通してきました。そしたら糸を引き締めるんですが、一気にこれで、とじ針につながっている糸を引っ張ってもきれいに閉じることができないので、さっきマーカーを入れたと思うんですけど、これを引っ張ります。で、引っ張るのは向かって右側の糸になります。こんな感じで、キューッと縮まってきました。そしたら、このマーカーは外しちゃいます。そして、この状態から、とじ針につながった糸を引っ張ると、きれいに引き締めることができると思います。はい、できました。そしたら、編み地の真ん中から裏側にとじ針を出します。そして、この編み地の裏側で糸始末をしていきます。で、ちょっと、緩んでしまうと上穴が開いてしまうので、それだけはちょっと怒ってほしくないので、糸を割りながら、よいしょ、進むんですけど、少しこの今通ってきたところも拾うような感じで、半返し縫いみたいな感じで糸始末していくと緩みにくいと思います。糸始末については以前詳しくまとめた動画を作っているので、よくわからないという方はそちらご覧ください。基本的にはこの編み地の裏側で糸を割りながらこんな感じで少しずつ糸をすくうような感じで編み地になじませるような形で始末します。で、ある程度編み地に糸をくぐらせたらギリギリのところでカットします。この編み始め側にも糸端が出ているので、これも始末します。で、この時に、この状態の裏側で始末してしまうと、折り返した時に目立ちますので、この、表側を見た状態で、表側に糸始末をしていくのがいいと思います。そんなに目立つものでもないですけど、一応より綺麗に仕上げるためには、こういうところ気をつけてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、これで編み上がりです。で、この状態だと随分縦にキュッと詰まった感じになっているので、ゲージが合うような状態にして、スチーム、当てたり、水通しって言って一回ちょっとお洗濯してあげて形を整えて平干しするっていう作業をするといいと思います。形を整えてスチームを当ててきました。こんな感じで、ニット帽の完成です。もし糸が結構余ったらここにポンポンとかつけてあげてもいいと思います。お好みでアレンジしてみてください。とっても簡単な、ニット帽の編み方なのでちょっと余ってしまった糸とか使って作ってみていただけたら嬉しいです。作り方に関してわからない点やご質問などありましたらコメント欄に、書いていただければなるべく早く回答するようにしています。またこの動画を見て編んでいただいた
作品はぜひ SNS でハッシュタグアミチクラボと全部ひらがなでつけて、投稿していただけたら覗きに行かせていただいてますので、どしどし投稿してください。お待ちしてます。このチャンネルでは編み物に関する糸や針のレビューやオリジナル作品の編み方の解説などをしています。動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。